ルドチャンネル。ヤミナ、ルーダ、そして今日特別なゲストがいます。この方です。ナナさん。こんにちは。こんにちは。こんにちは。ルーダさん、今日はありがとうございます。いや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 、なんかなんとこの日が来るとは思ってなかった。そうですね。なんかすごい、はい、ナナさんがなんか。ここに来て、はい、自分の店とか作って、うん、すごい人と思う。うん、ありがとうございます。いや、はい、じゃあなんかナナさんのストーリーみんな教えてください。はい、改めまして、はじめまして、私水谷奈々子と申します。私は19歳の時に日本を出まして、うん、かれこれも10年前ですね。ね、19歳アラサーね、アラサーですね、はい、19歳で日本出まして、ESL で少しだけ英語を勉強した後に、カレッジですね、うん、バリー市というちょっと田舎のとこなんですけど、バリー トロントから、うん、1時間半かなきっとね、ドライビングで、うんうん、でそこのカレッジでホスピタリティ、レストラン、マネジメントを勉強してました。うん、すごい。はい。でその卒業した後にトロントに引っ越しまして、うん、トロントではスポーツバー、チキンウィングのねお店でマネージャーしたりとか、うん、まあ、レストラン、鉄板焼きのレストランでマネージャーしたりと、うん、お世話になりまして、そこから、スキルドワーカーというクラスで永住権を取得しました。うんうん、おめでとう、おめでとう。ありがとうございます。で、その永住権を取得した後に、自分の独自のブランド、ノーホンティーですね。そう。ノーホンティーを、過去の経験を生かして作りました。そう。はい。日本茶とバブルティーを組み合わせた、そう、新しいスタイルの、すごい。美味しかった。タピオカミルクティーですね。はい、今閉まってるから。今トロント店はですね、新しい店舗に引っ越している最中なんです。はい。なので新しいお店が今年の夏に、うん、開きますね。そう、楽しみにしてる、はい。楽しみにしてください。はい。で、あとニューヨークの店も開いたでしょ。そうですね。はい。すごい。ニューヨークの、マンハッタンに、うん、去年ですね、ちょうど、1周年を迎えたところなんですが、去年ニューヨークに新しくお店を開けました。そう、はい。なんかインスタグラムで見たよ、そのなんか、うん、すごい行列があった、その記念日。そう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 、おかげさまでたくさんの人に。おめでとう、すごいナナさん。ありがとう。すごい、だから思ってなかった、すごい。ありがとう。ありがとう。ここ、はい、ルールチャンネルに出演してくれた。ああ、もう全然全然。いやいやいや。はい。じゃあ普通に多分このところでのほほんを飲もうと。痛いけど、はい、ない、作ってない、まだ。じゃあちょっと作りに行きましょう。じゃあ、はい、作ろう。はい。じゃあ YouTube 魔法でまた、パンとか。パンってね。うん、はい。パン。パン。出ました。出ました。すごい。抹茶ラテで。抹茶ラテすごいな、はい。ちょっと久しぶりだね。はい、1ヶ月間くらい。あ、そうだね。そう。ゆっくりちょっと飲んでいいんですか。はい。ありがとう。飲んでみます。掛川の静岡の掛川ですね。すごい。抹茶を。ところではい、ルドは猫舌だから。あ、猫舌。大丈夫ですか。大丈夫です。大丈夫です。いかがでしょう。のほほんだ。よかったです。のほほんしていただいて。ありがとう。はい。じゃあ、奈々さん。はい。奈々さんってすっごい経験がある、うん、なんかトロントで。普通にこの動画シリーズで友達に、はい、トロントに聞いてびっくりしたこととか、うん、アドバイスとかいろいろ質問聞くけど、たくさんあるから、なんか、この後なんかポッドキャストとかにしよう。うん、なんかすごく長くなるから。ポッドキャスト。そう、はい。ポッドキャストしよう。はい、けど、とりあえず、この動画で、うん、
奈良さんだけ言えるあの質問、はい、答える質問とか聞きたいから、うん、はい、じゃあトロントであの何だっけ一番大変したこと、大変なところ、大変なところ、そう、教えてください。そうですね、固定概念へのチャレンジですね。うん、はい、で私自身がまあビジネスに入ったのが25歳だったので、うんうん、比較的に若い年で、ビジネスにあのビジネスを始めたので、まあそうですね、あの世の風は厳しいというか結構こうジャッジメントがね結構、うん、はい、ありまして、最初はそれに、まあ、精神的にね、うん、こう弱くなってしまったんですけども、うん、うん、でもまあそうですね、やっぱこう女性でいると女の人でいると、うん、まあ、それなりにその女の人だからっていう固定概念がありますね。よくあの、まあ、若い年でビジネスやっていると、うん、あの旦那は何してんだって聞かれてるんですけど、はい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 、でもまあ、はい、旦那はいません、離婚してるとか、そうそう、いやあのもし旦那さんがいないから、あ、離婚してるとか、そうです、そうです、そうそう、よく聞かれますね、その、うん、旦那いないって言うと、でも永住権持ってるので、うん、あ、じゃあ離婚したんですかですね、うん、だったりね、あとはまあそうですね、家がお茶農家さんなのとかね結構聞かれるんですけど、うん、やっぱりその私がゼロからあの自力で作り出したっていう前提を持ってくれる人はまずいませんね、うん、うん、でもまあそうですね、そういうチャレンジ、まあ、そういう偏見があってこうチャレンジできない人がたくさんいると思うんですね、うん、私みたいにその、うんうん、なので、まあ、そういうチャレンジしたくてもうちょっとこう勇気がなくて踏み出せない人がいると思うので、うん、でもそういう人たちに私もやったので、はい、ありがとう、大変でしたけど、でもその、うん、まあ、私の失敗談とかをね、うん、皆さんとシェアすることによって、うん、皆さんもこう辛い思いや痛い思いに私ほどは合わなくていいと思うのではい、まあね、最近僕はいろいろポッドキャストとか聞いてるから、うん、あのあビジネスとか、うん、たくさん失敗する、うん、みんな 99% とか失敗するから、うん、けどビジネスだけじゃなくて人が何かすると失敗する、はい、最初はけどそれ乗り越えたら、うん、いいことになる、そうです、ハードワークペイオフ、ハードワークペイオフね、されます、はい、そうそう、すごい、苦労は報われますね、苦労、はい、すごい、うん、そのおかげでのほほんある、はい、そうですね、 お店はのほほんと言いますけど、そう、私の生活はのほほんしてませんだからね、あの、うん、まあ、将来はのほほんできるね生活を私自身も送れたら、うん、いいなと思いますね、うん、はい、すごい、はい、え、それもアドバイス、はい、そうですね、それアドバイス、そうですね、はい、 ありがとうはいはい、あはははは、カットするかもわかんないけど、わかんない、なあの笑ってるだけ、はい、あ、けどまあ楽しかった、楽しかったですね、はい、ありがとう、ありがとうございます、あのもし奈良さんすごい経験とか、はい、なんかいろいろアドバイスあるから失敗談ばっかりですが、はい、いや、あのポッドキャストで、はい、あの作るから、はい、あの多分ここでリンクとかつけるから、はい、あの後であの聞いてください、はい、ありがとうね、はい、じゃあこれはバイバイだね、そうですね、そう、じゃあこれで、これで今日はのほほんして、のほほんしました、帰りましょう、乾杯、乾杯乾杯、ありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます、あ、苦い抹茶だからけど、ね、砂糖入ってないから、美味しいね、美味しい、ありがとうバイバーイいいね、うん、いいんじゃない、バイバイ、うん、面白いね、面白い、いいね、ありがとう、いいね、いいね、できたね、できた、 Yeah, I think it's good、 うん、うん、OK, let's watch Let's watch